スマイナス7フィッター A の胴体下部ハードポイントに装備されたアップックマイナス23から250ガンポッド搭載機関砲は GSH-23L ガンポッドは取り外し可能なポッドまたはパック状の容器に収められた機関砲や機関銃であり固有の武装を備えたまたは固有の武装を持たない軍用機に外装式に取り付けられるガンポッドは 一般的に一つ以上の火砲、球弾機構及び弾薬。そして、必要ならば、電力供給源のラムやタービンを搭載する。主に機体下部もしくは、翼面下部のハードポイントに搭載される。ガンポットを装備することで機体の内部容量を圧迫することなく火力の増強が容易に可能である。さらに、作戦予定で必要なければ、飛行前に取り外すことで、 機体重量を軽くすることができる。また、搭載しているレーダーのような、精密な機器類が、発射時のガスや反動の影響を受けずにすぐ離れた位置に固定できる。加えて、ジェット機においては、エアインテークからの発射ガスの吸入による燃焼効率の低下や、フレームアウトなどの問題も、低減可能である。問題点として、ガンポッドはその外付けという構造上の性質上、 反動による振動が大きくなるため、内蔵基準に比べ命中精度に劣る。この問題は3 0ト、mm、ル機関砲のような大口計画機において顕著に現れる。また、空力特性の悪化により大きな効力が生じるため、戦闘機のような高速機においては深刻な問題である。第二次世界大戦において、ドイツ空軍は最も頻繁に多種にわたる。 ガンポッドを運用した。それらは、ワファンビホールターやワフェントラジャーなどと呼ばれ、昭和 MG81 機関銃から、台は 75mm 対戦車砲を改造した、ボードカノオンというシリーズまであった。軍用ヘリコプターにガンポッドを搭載するのが一般的であり、練習機や連絡機、観測機などの蛍光空気に搭載して、対反乱作戦に対応する、コイン機とすることもある。 アメリカ空軍はベトナム戦争から数百万ドルの航空機で機銃装車を行うのは非経済的と考えるようになったがソ連を呼びその後継のロシアは有効性を支持し続けているためそれを目的としたシステムの開発を継続し続けているソ連は1980年代のアフガニスタン紛争でスプー系列の得意なガンポッドを運用したそれは 地上の固定目標上空を通過しつつ、攻撃可能なように、搭載機関砲に深くをつけて射撃可能なものであった。ニカラグア空軍のミマイナス17ヒップ H の機体側面に搭載された、ガンポットガンポットの左右にあるのは S-557mm ロケット弾用の UB-32-32 連装ポッドユーロコプター AS550C3 フェニックに装備された。 ガンポッド GPU-2、AM197 20mm3 方針、ガトリング砲搭載。GPU-5、A ガウ -13、A30mm4 方針、ガトリング砲搭載。M12、ス数 -16、AM61 20mm6 方針、ガトリング砲搭載。M18、ス数 -11、 AM134 7.62mm6 方針ガトリング砲搭載。M25 数 -23 A ガウ -4 A20mm6 方針ガトリング砲搭載。ガブ8 G G 7 0 0 GSHG-7.62 7.62mm4 方針ガトリング砲2機及び約部 -12.7 12.7mm4 方針ガトリング砲搭載。 ガブ -8700AGS-1730mm グレネードランチャー搭載。アプック -23 から 250GSH-23L23mm 連装機関砲搭載。スプー -22GSH-23L23mm 連装機関砲搭載。スプー -6GSH-6 から 2323mm 六方針ガトリング砲搭載。スプーマイナス 687GSH マイナス30から 130mm 単方針反動利用式航空機関砲搭載。ありがとうございます。